クリティアスは、プラトンの後期対話編の一つであり、ティマイオスの続編。未完。副題は、アトランティスの物語。年代不詳、ある都市のパナテナイア祭りが行われている夏のアテナイのソクラテスの家にて、ティマイオスにおけるティマイオスの話が終わった直後から、話が始まる。次に、クリティアスがティマイオスでも触れたアトランティスの話について、 詳細を述べていくことになる。が、中断、未完となっている。作中、クリティアスが話を始める前のやりとりの中で、クリティアスの次には、ヘルモクラテスにも話をしてもらうことが予告されているので、本編の続編として、ヘルモクラテスという対話編が予定されていたことがわかる。ティマイオスの流れを受け、クリティアスがアトランティス伝説の詳細を語り始める。 まず先に、前大地のうち、アテナとヘッパイストスに分配された9000年前のアテナイについて語られ、それは、現在のアテナイよりも肥沃で広大な土地を持ち、ソクラテスの理想国家論のように、職人、農民、国の守護者たる、軍人階層などに分かれ、正しい統治が行われ、その徳は、周辺地域へと知れ渡っていたと説明される。続いて、 ポセイドンに分配された大島、アトランティス島について語られ、ポセイドンが原住民の女性をめとって五組の双子の男児を設け、その10人を各地を治める王とし、その10人の王権のもと、アトランティスは莫大な富と覇権を築いて繁栄したこと。しかし代を減るごとに王たちは神聖を失っていったので、ゼウスが彼らを懲らしめようとしたことなどが説明されるが、そこで記述は中断し、 未完に終わっている。ありがとうございます。